今日は、幻のイチゴと言われている里幌を取材してみました。札幌でも非常に作っている農家が少ないんで、食べれる機会が非常にないということで、幻のイチゴと言われております。本当に素晴らしいイチゴですね。これ大きくて美味しいし、これだけのイチゴは、今まで食べたことはございません。皆さんも一度この幻のイチゴ、里幌を一回食べてください。本日はこれで終わります。またお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。